じゃーん、ワンピースのね、なんかお菓子セットみたいの。これ去年のクリスマスに姉さんからもらったんだけどね、クリスマスプレゼントとして。開けるの忘れてた、ずっと。やべ、お、チョッパーとね、ルフィがいる。名前？これ名前書くの？いろんなお菓子が入ってるみたいなので、ちょっと開けてみようかなと思いまして、よっと。で、開けてみっかな。まず、こっから開けんの？これ。どうやって開けんだろう？輪ゴムついてんだ。ずっと忘れてさ、去年のクリスマスイブにさ、クリスマスプレゼントとしてさ、もらったんだけど、ずっと開けんの忘れてた、ほんとに。もう閉まって、忘れてた。なんで閉まったんだ、俺。非常食にしようと思ってたから。よっ。おー、開けます。おー、なんだこれ。あ、ラムネですね。ラムネ入ってる。ラムネ。ラムネが入ってましたね。あとは、ポップコーン。ポップコーン。と、え、ワンピース関係ねえも入ってた。ラム、スナック。ワンピース関係ねえ。これも一応ね、この辺に置いとくか。これなんだ？おやつスナック。おやつスナック。手の前ってた。ラムネとね、なんかラーメンスナックと、おやつスナックと、ポップコーンでしょ？で、あとまだ入ってる。あ、こういうの嬉しいな。これ。棒付きキャンディー、レモン味。と、お、グレープガン。グレープガン。いいね。まだ入ってる。あれ？これ、あれじゃん。キャラメルコーン。ほら。ワンピースに関係ないものも入ってる。お菓子の山じゃねえかよ。え、なにこれ？あ、これで最後。なんか最後すごいの入ってた。スパウチゼリー。スパウチゼリーだって。カエル可愛すぎる、この顔。なにこいつ。え、なにこれ？スパウチゼリー。グレープ味。ちょっとこれだけ食べてみようかな、今。すげえ。めっちゃ入ってたよ。これに。この中に。もうあと空。この中。空っぽ。で、あとは、全部食える。俺全部大好きだ。やべえ。でも一番気になるのがね、これかな。まあ、この中で。一番好きなのはね、まあ、ガム系はもう好きだから、これも殿堂入りとして、この二つはガムと飴は殿堂入りとして、1、2、3、4、5。これなんで5かっていうと、最近ベビースターラーメン食いまくったからちょっと飽きてんの今。うん。飽きなかったらこれね、3位ぐらい入ってんだけどね。で、これまだわかんない。これ食べたことない。ゼリー。ちょっとこれ食べてみていいっすか？ちょっと。いや、カエル可愛すぎる。これ絵に描きたいんだけど。ちょっと待ってね。ちょっと開けるわ。開けてみます。うん。スパウチゼリー。よっ。いただきます。スパウチゼリー。カエルが、ね。可愛い。うん。あ、失敗した。うわ、これ冷やして食った方がうまい。うん。これちょっと後で冷やして食べます。めちゃめちゃ美味しいです。スパウチゼリー。え、これって普通に売ってる？これコンビニとかで。あったら買いたいな。スパウチゼリー。え、でもこんなの初めて見たけど、売ってんのかな、これ。これに特別に入ってたわけじゃない。これ一番下に入ってたし。うまい。これ冷やして食べたらもっと美味しいな。よし。ということでね、これからちょっとお菓子パーティーするんで、はい。今日はこの辺で。で、この、ワンピースのね、中のね、去年、クリスマスプレゼントでもらったワンピースのお菓子でした。ということで、一人でスパウチパーティーします。じゃあ、そういうことで、バイバイ。